来ましたね、13クラウンと井上です。井上さんね、こっちの方が多分レアだとは思うんですけど、そっか、これガルトマイヤーなんですね。はい、こちら車小僧です。なんとね、大好物見つけちゃいました。車こちらになります。ドーン、来ましたね、13クラウン、雰囲気出てます。今回の動画はフルエアロを組むなら愛知県刈谷市の板金屋さん株式会社 SP オートワークスさんの提供でお送りいたします。山本社長、応援ありがとうございます。オーナーさんね、お越しいただきましたので、いろいろ聞いていきたいと思います。オーナーさん、こんにちは。こんにちは、ありがとうございます。いやー、もうさっき僕もうすでに舐めるように10分ぐらい見てました。ありがとうございます。オーナーさん、お会いできてよかったです。ありがとうございます。オーナーさん、差し支えなければ、ニックネームでも構いません。お名前よろしいですか。井上です。井上さんで、はい、ありがとうございます。これ車種とグレード、年式教えてもらってもいいですか。グレードがロイヤルサルン G、V8 の13クラウンで、平成2年式になります。平成2年式、後期になるんですかね。後期ですね。はい。もうロイヤルサルン G で V8 でって言ったら、もう当時で最上級。そうですね。すげー。しかもこの綺麗さ、ありがとうございます。もう乗られて長いですか。乗って4年ぐらいになります。4年ぐらい。はい。ああ。でももうあれですか、もうタコにもピップ系で結構やられてて。そうですね。これの前が、一応71のクレスタ乗ってまして。じゃあもうちょっと旧車系の方で、行かれて、ちょっとまたビップカー系に。そうですね。戻られたっていう。昔13クラウン乗られてたとか、そういうのあったりするではないですね、友達のお父さんがソフトボールの監督してたんですけど、その人が同じ型のクラウン乗ってて、もうその時に大人になったら買おうって決めてて。ありがとうございます。4年間乗られててどうですか、調子は。そうですね、エアコンを全部やり替えたぐらいで、他は別段故障もなく。調子いい感じですか。ああ、素晴らしいですね。平成2年だとエアコンも AR12、昔のタイプなんですか。そうですね。それも13-4に変えちゃったとか。いや、もう12中がそのままで。もうすごいすごい。これね、すげえ綺麗なんですよね。すごい。どっからこれ、まあボディからパールツートンしたらね、あの V8 のあれですけど、これはもう純正のまま。そうですね。レアロだけ塗って、あともうボディは純正色のままで。これもう買われた時ノーマル。ノーマルでした。買われてからオーナーさんが手入れしてこの状態にしたっていう部分も。いや、もともともう車庫保管で前のオーナーさんも綺麗にしてて、でもこの綺麗さに一目惚れしていやー、すげえわ。なんか本当僕も当時のビップカー時代のあれですけど、それがそのまま残ってるようですよね。もう屋内保管ですか、普段は。そうですね。もうそうですよね。はい。このパールツートンと、これグリルだとかもそのまま純正。そうですね、純正のまま。純正。はい。これ僕思ったんですけど、この王冠のシャイニングのエンブレム、このがこうバージョンっていうんですかね。はい。もう昔してたバージョンとはちょっと違う。あ、なんか立体的なやつもありましたよね。そっち。だったんです。これ初めて見ました。こっちの方が多分レアだとは思うんですけど、ああ、これもやっぱあれですか、グリーン系に光るんですか。そうですね。これレアですわ。うわー、すげえな。そして V8 エンブレムにこのボンネットマスコットは、これは純正になるんですか。純正です。はい。13の純正になる。似合いますよね、ボンマスが。はい。かっこいい。ヘッドライトからほんと綺麗で、このままバンパーなんですけど、これはどちらのになるんですか。一応インシュランスになります。インシュランスさんになるんですか。はい。ちょっと加工。そうですね、フォグを1号クラウンの後期のフォグを移植してて。言われてみたらそうだわ。この出っ歯ちょっと出してる感じですか、延長。いや、まあそのままですね。こんなに出てたか、昔から。じゃあフォグ周りだけ加工っていうのと。はい。ああ、でもこのなんと開口部っていうんですかね、内側を黒く塗られたりだとか、すごいわ。インシュランスさんのエアロってすぐ手に入るもんだったんですか。もう探して探して、そしてたまたま隣の県の人がヤフオクに出してて、でもすぐ買いますと。そうですね。ヤフオクに出てた上に隣の県だった。そうです。自分で取りに行って。そうですよね。はい。結構あれですか、綺麗な状態だったんですか。いや、もうボロボロでした。まあそれでもね。はい。ああ、それもな、補修して。そうです。その物語があってこの状態ですよね。こうなるまで結構ご苦労というかね、費用もかけて。そうですね。インシュランスさんで逆にほぼ無加工でこの姿って。僕もチャンネルで初ですね。運転大変そうですけど、やっぱりね、出てるから。ああ、そうです。まあでもエアサスなんで上げちゃう、走行中上げてるんで、また上げた姿も当時風でね、かっこいいですね。ありがとうございます。じゃあちょっとそのままサイド、出してもらいます。これライト系、これサイドここ LED とかにしてます？この辺とか。その辺は、ウインカーはハロゲン。ハロゲンのままですか？あ、のままで。はい。ポジションだけ LED に変えてます。なるほど、なるほど。ね、この時代は内側がイエローフォグが入ってて。そうですね。空割りして。空割りしました。うわー、そしてこのホイール。はい、ガルトマイヤー。そっか、これガルトマイヤーなんですね。ガルトマイヤーのオリジナルリムをブラッシュド加工して、はい、でディスク部分はスピンドル加工してます。はい、これもう完全オリジナルですか？そうですね。こういうバージョンのなんか出てましたよね。なんか違うホイールで多分ありましたね。じゃあもう完全オリジナルだ。はい。わあ、すげえ。あ、形ガルトマイヤーさんだ。だから真ん中のホイールキャップ入ればね。そうですね。ただこれ一産だとこれハブのあれで出てるからこう。そうなんですよ。前だけつけれなくて、後ろは入ったんですけど。本当だ本当だ。ね、昔そういったハブをね潰しちゃうこともありましたよね。そうです。ハブ潰したんですけど入らなくて。本当だ本当だ、潰してありますね。普通回るですもんね。これでもガルトマイヤーだとは思えないな。よく見るとあれか。クリア。吹いてあるんですかこれ？そうですね。スピンドル加工してその上から。リムはもう。ノンクリアで。ノンクリアで。はい。ああ、すげえ。生リムのままで。こだわってんな。で、さっきおっしゃってた足はエアサスで。エアサスワン。社外ですか？いや、オリジナルになります。オリジナルなんですね。すごいわ。雰囲気がまた。ね。足回りがこのまま普通のガルトマイヤーだと当時風ですけど、またこういう加工でね。そうですね。あとちょっと新しい感じがしますよね。はい、爪はもう切り。爪切りです。切りですよね。はい。そのままサイドでね。うわあ、そしてこれ。サイドも。インシュランス。おお、あ、じゃあフルエアロで出てたんですか？すげえ。そしてでかいわ。インシュランスは一番でかかったもんな。すごい。無加工ですかね。無加工と延長とかせずに。そうですね。一応まあちり合わせいうかぐらいですかね。はい、一応加工した部分があって、ここが本当は切れてるんですよ。はい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 。でもこの段差が気になって。はい。もう板金屋さんに無理言うてここを足してもらって。ああ、なるほど。またそういう小さいとこも大変なんですよね。そうですね。ああ、でかいもんな。これ入っててドアパネルですもんね。はい。かっこいいな、ここのラインだとかがね。で、昔はここにねサイドマーカー入れたりだとか。そうですね。サイドマーカーもともと箱オーブあったんですけど、はい、もうあえて潰していやー、ちり合わせって今オーナーさんおっしゃってました。綺麗についてるわ。本当、特にこういう大きいエアロはチリが合ってないとね。そうですね。かっこよくないですからね。すごい、リアも抜群ですわ。あ、これまたガルトマイヤーのこのキャップ珍しいですね。もうそれは加工してもらったここにある EKC ファクトリーさんにもオリジナルで作ってもらって。そういうことか。いいっすね。うまいわ。もうすごいっすね。面がもうなんかゴムに触れながらパツンって入ってきた。もうなんとか、ね、そうですよね。かっこいいわ。13クラウンって感じで純正フェンダーで入っちゃうんですもんね。これサイズってどんな感じなんでしたっけ？前が 10J で、はい、後ろが 11J。 11J すげえ。やっぱ V8 っていうのが条件もあったんですか？そうですね。もう絶対 V8 ではい、ね、このツートンで。うわー、リアもかっこいい。これ羽も。羽はエボリューションになります、はい、で角度と出幅を調整して加工して。はい。しかもこれまた珍しいですよね。ここまでないんですもんね。そうですね。もうそこまであるのが嫌で、はい、あえて来てもらって。ああ、そういうことですか。はい。うわー、そういうことね。まあ、ここ厚みが出ちゃうからね。そうなんですよね、はい、でトランクのオーナメントもきちんと開くように。そっか、潰れますもんね。はい。そうだそうだ。本当にね、これオーナーさんの性格ありますけど、綺麗。相当隅々まで洗車して大切にされてるっつうのがひしひしと。しかもこのホワイトとシルバーのエンブレムもかなりレアじゃないですか。これ塗ってるんですか？当時だ。前のオーナーさんの時からついてて、はい、おそらくですけど多分塗ってますね。塗ってるんですかね。はい。こうやってね、コンビのね、エンブレムゴールドでホワイトはございましたよね。はい。テールも純正ですもんね。そうですね。とかいじられてないところがいいんですよね。あえて空割りせずにね。はい。でバンパーがこれもインシュランス。インシュランスです。ああ。強烈。かっけ。そしてこのマフラーがこれバラさんすか、もしかしてバラムンディさんのやんちゃ感ってやつ。風に。あ、はい。やんちゃ感っていうのがあるんですか？ああ、初めて知りました。風に作られてるんです。音って結構爆音ですか？まあまあそこそこ。そこそこ。はい。ちょっと車ことチャンネルのマフラーオンコーナーというのがございまして、軽くアイドリングと。ポンって踏む程度でいいんで、ちょっとお願いします。バラさんじゃなかったっす、やんちゃ感だってお願いします。多いわ。でも本当にバラさんみたいな音ですね。そうですね。ね、はい、やんちゃ感初めて知りました。いやー、迫力あるわ。チタンクラウンの V8 したらこの音じゃないとって感じですよね。そうですね、もうこの音ですね。はい。あー、きれいわ。ありがとうございます。あとちょこっとオーナーさん、内装って見せてもらっても大丈夫ですか？ちょこっとお願いします。うわー、ブルーだ。すげーなー。極上ですね。はい。きれい。ステアリングもイタルボランティが入って。わあ、もう最高だ。マルチも、はい、でデジタルパネルでデジタルも元気に動いています。そうですね、うん、なんか革もいいですけど、この時代のモケットね、うん、いいですね、ふかふかで、はい、逆に何にも物を置かず、オーナーさんのこのシンプルに綺麗っていうのもいいですね。これ綺麗だって、ダッシュボードまで色ついてんですもんね。そうですね、当時は本当開発費もあったっていうのがわかる内装だわ。パールツートンで青内装って、はい、本当は設定がないらしいんですよ。あ、そうなんだ。やっぱ黒なんでしたっけ？そうなんですよ。黒系だったら青内装らしいんですけど、はい、もう色替えなしで青内装だったんで、多分車体自体は本当にレアな1台だと思うんですよ。じゃあ新車で買われたオーナーさんが指定したんですよね。そうですね、そうやと思います。そういうことなんですよね。もう今13クラウンもどんどん値段跳ね上がって、そうですね、もうそれこそ20年前の値段になっちゃってるんじゃないですかね。そうですね。ありがとうございます。芳香剤って使ってないですね、匂ってこない感じが。あ、でも一応ついてるんですけど。いましたよ、僕の大好物エアスペンサー。香りは何使ってます？マリンスカッシュ。おー、来ました、スカッシュですね。オーナーさんお似合いだわ。いやー、ありがとうございます。マルチとかって、はい、一応なんかうまく使ってるんですか？なんか DVD でモニターとつないでると。そういうのしたいんですけど、はい、調べても情報が出てこなくて。あ、そうなんですか。うちのチャンネルで13で1人2人いたんじゃないかな。これを DVD につないでモニターで使ってる方。本当はナビからこうつないでマルチで言ったらナビを見れるようにとかしたいんですけど、うん、そうですよね。まだモニター自体は液晶は生きてるから。そうですね、そういうことですよね、はい、なるほどね。ちょっと僕もなんか SNS 投資聞いてみますわ。いやー、内装ありがとうございます、素敵だわ。いやー、いい顔だわ。そして僕もね、なかなか住んでるのが関東なんで、はい、高松ですもんね、はい、いやー、お会いできてよかったですわ。スポンサーあれですか、これもう完成体。そうですね、うん、今のところ完成、まあちょっとエアロ変えたいかな、ホグ周りを。もう普段はどちらかというともう見る専門。そうですね、ね、はい、いいなね、ガレージでね、この13クラウン見ながらタバコ吸ってコーヒー飲んで酒飲むのも、もうまさにその通りですね。ですよね、はい、うん、気づいたら1時間ぐらい余裕で経ちますからね。そうですね。ね、分かる人しか分かんない。多分うちの視聴者さん分かってくれると思うんです。本当この顔ね、いい顔してますよね。はい。ぜひちょっと車小僧チャンネル、はい、ご登録見ていただければと思いますね。もうチャンネル登録はしてるんで。あ、本当ですか。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。本日はありがとうございました。さよなら。これ視聴者さん、車わかりますかね？ステーションワゴンっていうね、ありがとうございます。ワゴン界の大御所赤鬼さんでございます。シャー覗かれる、覗く、ね、やらしいホーンが。そうですね、このカルディナに BBS のスーパーレースがよろしくお願いします。